培った経験や個人脈を生かすなら DYM エグゼパート、経営課題に伴走して取り組む顧問としてのご活躍をサポートさせていただきます。詳しくは概要欄をご覧ください。今回はですね、私2週間近くですね海外に行ってきましたので、今日はちょっとまったり旅動画ということですね、いろんな話を挟みながら、お金持ちの2週間の密着みたいな、多分サムネになるかもしれないんですけれども、株元2週間密着動画ということで、カメラマンはですね、自分の妻だったりとか、僕が自撮りで撮ってるのだったりとか、いろんなのがありますので、ぜひ皆さん楽しんでください。まあ結論ですね、音声を別撮りする方が見やすい動画になるということで、喋ってる口と僕の音声合わないと思いますが、まったりと見ていただきたいなと思います。まあこの2週間ね、日本を離れるっていうのはなかなか大変なことでして、起業してから初めてですかね、こんなに離れたの。でもそれはですね、いろんな事業が軌道に乗ってきたりとか、各責任者がですね、もう本当に屈強な人材がたくさん揃いまして、冗談抜きでですね、ストックさんの事業形態上ですね、結構法人の経営者だったりするんで、そういうのもあって2週間離れられるということで、本当に皆さんに感謝ですね。皆さんの、優秀な人たちが揃ってるからこそ、こんな長期間の旅行に行くことができました。ただですね、撮影自体はちょっと前後で、まあまあ僕がやる撮影なんで詰め詰めになりましたが、ということで、まあこの日はですね、空港に着きまして、こんな感じで、まあ、ちょっと大きめなキャリーケースを持ちながらですね、空港を歩いております。はい、この赤いリモはですね、直前にリモア屋さんに行って、リモア屋さんというかリモアですね、買いましたね。この赤いバッグはいくらぐらいしたかな、なんか20万ぐらいかな。海外旅行に行くってなるとですね、海外旅行費用プラスですね、こういうなんか事前の買い物代が発生するっていうね、まあまあそんな話は置いておいて、まあこんだけのバッグを持って海外行ったのは初めてかもしれないですね。はい、でまずはですね、海外長期間行くということで、グローバル Wi-Fi にですね、 Wi-Fi を借りて、海外でもネット環境だけは絶対に切らさないようにしようと、一番高い1万回線が速いやつにしました。はい、で、今ビジネスのところから入りましたけれども、まあ、保安検査場がですね、ビジネスの人はあんまかからずに入れると。保安検査場がね、時間がかかんないっていうのはめちゃくちゃですよね。まあ空いてたら別にね、どっちでもいいかもしれないですけど。ということで、まずはね、これ朝多分結構めちゃくちゃ早い時間、多分6時とかそんぐらいだった気がするんですけど、これから2週間日本離れるということで、何食おうかなと考えた結果、日本の、まあ、料理といえばですね、日本のご飯といえばやっぱりラーメンだろうということで、朝6時からラーメンを食べると。はい、美味しそうですね、これめちゃくちゃ美味しかったですね。手手を合わせて、いただきます。たまに音声も入れさせていただきます。大根すぎるちょっと朝早すぎてラーメンが最初はえずくかなと、はい、まあ、そんなしょうもないシーンでございます。はい、完食ですね、はい、朝6時ですよね、朝6時にこのラーメン完食してますから、はい、これはですね、大した話じゃないんですけど、ビジネスに、ね、チケット買うとこのラウンジが使えたりするんですね。まあ、クレジットカードをいいやつ使ってたらそれだけでも、はい、使えたりしますが、空港のラウンジってね、僕大学生の時とかもちろん行ったことがなかったんですけども、やっぱ空港で時間潰す時って結構ね、ラウンジっていう選択肢そもそも知らなかったんですけど、はい、まあ、社会人になってからね、まあ、ちょくちょく使わせてもらいますけども、はい、こんな感じですね、はい、まあ、こんなの知ってるよって人もいると思うんですけど、一応こうやって飯とかも無料で食えるんだよっていう、ね、ビールも飲めたりするんだよっていう、まあ、この辺りはほとんど知ってる人も多いと思いますが、はい、朝早いんでもちょっと眠くなっちゃってますね。はい、ついに飛行機乗るんですけども、こっからですね、約15時間ぐらいかな、乗ると15時間乗るということで、どんな席かみたいなね、その機材によってね、同じ航空会社でも機材によって席の感じが違うので、どんな機材になるのかってね、めちゃくちゃワクワクというか、まあ、心配もあり、はい、まあでも一応ビジネスなんでそんなに変な席ではないだろうと思いつつもですね、これから15時間過ごすスペースがこれね、こういうの乗って初めて分かったりするんで、
まあ、事前になんかめっちゃ調べれば多分出てくると思うんですけど、そこまでしてないんで、どんな席かなとワクワクしながら、はい、進んでいるわけでございます。はい、ここですね、はい、この席でした。はい、はい、意外としょぼいですと、はい、これが最初の感想ですね。こんなもんかとは正直思っちゃいましたね。まあ、ただ後々わかるんですけど、意外と心地よかったですね。ちゃんとフルフラットっぽくなりますし、はい、足もなんか気持ちよく伸ばせるし、はい、席はねやっぱり妻に窓側をやっぱり譲りました。はい、まあ、妻が気使ってね、窓際の方が見栄えがいいんじゃないかみたいな言ってくれましたけど、はい、こんな感じでフルフラットになります。もう余裕でしたね。僕からしたらこれ天国でした。あの目の前のモニターもねあるので、はい、映画見ながら寝落ちしてっていう、まあ、怠け者にとっては非常に心地がいい15時間になったんですけども、まあ、どんな感じなのかもうちょっと、はい、はい、めちゃくちゃつまんなかったな。 この、まあ、これがメニューですね。これあのビジネスはねこうやって選べたりするわけですよ、和食で。なんかちゃんとこう熱々の、ね、料理が出てきたりとかするわけですね。でパンもこうやって持ってきたりとか、はい、熱々ですから。これねエコノミーなかなかないですよね。浮かれてますね非常に。はい、ちなみにこれ、まあ、なぜこれを映したかというとですね、これ結局到着しまして、到着15時間経った時の僕のスマホのチャットワークの未読数ですね。はい、まあこんな感じで来てたと。はい、着陸したまず最初にね、ネットを入れた瞬間にこのチャットあったんで、まあ、15時間経ってますから、はい、さあ次にドイツに、はい、ミュンヘンですね。ミュンヘンに着きました。よくね僕はドイツにドイツ生まれとか、はい、言ってますけども、はい、3歳ぐらいでね、ドイツから日本で来てるんで記憶はほぼありません。着きました。ジョンキン、ヒゲが汚いですね。まあ、15時間だね。ちょっと許してください。ね、それ情熱大陸なの。毎回言うけど、何をイメージして情熱大陸の歌歌ってんのか知らないけど、ね、曲か。飛行機乗るたびにその曲だったら博士さん違いで違う曲なの。ANA の曲は。さあ、これ珍しいね。空港から電車で行くというね。電車で荷物流れてくるところに移動すると。ドイツ語がマジで分かんないんですよね。これ上の方のモニターありますけど、英語と全然違うんでね、全く意味が分からないっていうね。まあだから韓国語みたいなもんですかね。もう全く想像ができないっていう。で、まあ、空港に着きまして、はい、まずホテルに向かうためにタクシーに乗って、タクシーでホテルまで向かうということですね。こういうタクシーに乗るとかもね、学生時代の海外旅行ってなかなかタクシーに乗れないかったりしますけども、この辺りは大人になると楽だなって思ったりしますね。タクシーにひょいって乗れちゃうんで。ただですね、これね、あのモニターというか、はい、これですね、これ73ユーロと、これね、1ユーロ160円ぐらいなんですよ。だからもうこの時点であの1万何千円になってて、これやばいな、高いかもなって思っちゃってるところですね。はい、これあのドイツについて初めての支払いなので、え、ユーロってそんな高いのと。結局106ユーロなんで1万6、7千円ぐらいもうかかってるわけですよ。高くねみたいな。まあもちろん距離は皆さん分かんないんであれですけど、多分30分ぐらいしか乗ってないんですけどね。早速ユーロの洗礼を受けたというか、はい、物価はこんな高いんだってやっぱ思いましたね。多分日本の倍、なんか感覚倍ぐらいするんじゃないかなって思いました。はい、あのミュンヘンはですね、ちょっと安めのホテルに泊まりました。ただですね、後々お話にすると思うんですけど、めっちゃ高いんですよ。これでも一泊いくらだっかな、なんか 4、5万した気がしますね。ドイツに着きました。いいですね、この見慣れない景色って。最初は動画なんか撮っちゃいますよ。一番ちっちゃいサイズ、一番ちっちゃいサイズ。乾杯。普通の
ビールですね。めっちゃ冷えてるわけではないんで、日本でこうエクストラコールドみたいな方が喉越しが美しい気もしますけど、でも飲みやすくて美味しいです。ドイツこれから楽しみます。はい、これね、初のドイツの食事ですね。パスタ、このパスタがね、ちょっと感想聞いてほしいんですけど。いただきます。おいしい？全然美味しくない。全然美味しくないです。はい、全然美味しくなかったんですね。美味しくないなこれ。ちょっとちょうだい。ちょっとちょうだい。はい、妻もね、美味しくなさすぎて笑ってます。味ないよ。うん、お塩お塩。味がしないんですね。これがドイツのご飯かと。まあ後々ね、あの美味しいものを食べたんで、はい。しょっぱな、まあそんな高くないお店ですね。はい、比較的あのもう夜もあんま遅い時間だったんで、空いてる店も少なくて、とりあえず空いてるところに適当に入ったと。今回は Web IT 企業ですね。将来的に稼ぎたいなら Web IT スキルは絶対に必要だと思います。電子エージェントにご登録いただければ、こちらの企業すぐに紹介します。まずはキャリア相談のみでも歓迎。それでは2日目行ってまいります。はい、2日目に入りました。どうぞ。今日はノバインシュンシュタイン城みたいな名前のところに行きます。長くて覚えられないんですけれども、あの結構車で3時間とかかかるらしくてですね、早めに起きてまずは朝食を食べて、で集合場所に向かおうと。ただ今の時刻は6時過ぎですね。8時集合なので、今日はどんな朝食を食べようか楽しみにしてます。レッツグーテンタック。これね、あのお城見に行く時の行きのバスの車内ですね。はい、ここであの注目してほしいのはこれです。このパンです。はい、プレッツェルですね。通称塩パンと僕は呼んでますが、今首をひねってましたが、まあ美味しくないんですね。ただ塩の味がするパンですから。このバスにこうイヤホンつくさして、これ4番は日本語でアナウンスで、はい、ガイドが日本語なんですね。この辺りはもう観光スポットとしてオペレーションが完成されている感じですね。今から行く場所の説明だったりとか、ずっと日本語で案内してくれると。これ便利でしたね。まあ、2カ所お城があるんですけど、まず1個目、まあ、小さい方からまずは寄ると、まあ、ちょっとあいにくの雨なんですけども、ちょっと寒かったですね。はい、すごい噴水がまず現れまして、これは庭です。これがお城です。はい、まずこのお城ですね。はい、これね、中がね見せらんないんですよね。なんか撮影禁止で、でもすごかったんですよね。結構昔のリンダーホーフ、昔の内装がめちゃくちゃ豪華絢爛で、撮影禁止でして、ここまでは撮影していいんですけど。Before we start the tour, some information. Please don't take photos or videos inside the palace. はい、今写真撮んなって言われて、すぐカメラを止めましたね。日本でいう金閣寺みたいなもんなのかなと思いながら、あのこれ歩いてるんですけども、まあここで話したのはですね、まあなんか僕はね、起業して成り上がって、まあ言うてもまだ小金持ちですけど、まあなんかこういう王様とかってもうちょっと次元違えよなと。はい、自分のお家にね、これ何十億かかってんだみたいな、今のね、金銭感覚とちょっと計算しづらいかもしれないですけど、まあ、なんかこう成り上がり社長じゃなかなかね無理な領域のお金のかけ方なんで、まあ、この辺りはなんかこう社長じゃダメだなと、もう王族じゃないとダメだなという感覚でしたね。はい、でこれが今回のお目当て の本当の目的のお城ですね。まずはこのお城の麓について、もうすごいんですよ。もう初っ端からこのクソでかい馬とかがいるわけですね。これはでかくてすごいっすよね。足がすごいね。
これからお城に向かって、あそこですね、はい、お城に向かって歩いていきます。まず腹ごしらえ、バスにね2時間ぐらい乗ってたのかな、はい、うん、やっぱソーセージがねすごい強い、美味しい、結構待ちました、これだけのために。そうなんだ、ドイツ人結構ね並ぶんですよ、並ぶの嫌いそうなんだ。ドイツはこう日本と国土面積同じぐらいらしいですよ。今スマホを見たらエペデンのマル君が炎上してますね。殴ったっていう音声が流れてて、大変な世の中ですね。ダメだよ、こんなの人殴ったら。なんか結構みんなさ、闇か変えてるよね、世の中みんな。なんかさ、意外とやっぱみんな何かしら闇と共存して生きてるんだなっていうのをよく思いますね。人によってはね、なんで自分だけって思う人いるかもしれないですけど、意外とネットに出てるキラキラして見える人も闇を抱えてるんだなっていう、そういう学びです。今日はありがとうございました。はい、レペゼンの丸くん炎上していたコメントですね、浅いですね。はい、バスに乗って、着いた後歩いて向かってます。結構歩いてるんですね、もうこの段階でなかなかヘトヘトですよ。ついにですね、もう何時間、3時間ぐらいかけて、これね、ドイツのなんか観光のツアーみたいな大体入ってるですからね。もう日本でいう、なんだろうな、浅草寺とかそういう感じなのかな。はい、やっとこう門に入ってですね、まだ城の中に入れてませんから、ここで整理券とかをもらって、中入りましたよ。ハロー YouTube。 はい、ということで、残念ながらまたまたカメラの、撮影が NG だったということで、残念ながら、なので、映像、中の映像はですね、撮れなかったので、まあ、結論、王様すごかったと、はい、現実逃避するためにいろいろ、なんか内装とかをごちゃごちゃやったみたいな、まあ、そこら辺は皆さん、自分で調べてください。お土産は、5000円ぐらいした、この2000ピースのジグソーパズルを買ったので、これで、はい、家でやって、壁に飾りたいと思います。はい、人生で初めてですね、僕ジグソーパズル買ったのは。はい、これ今家でやってるんですけど、死ぬほど大変ですね。ノイン地獄です。ノインシュバインシュタイン城みたいな。はい、まだ覚えられてません。読んでみたらいいんじゃない？絵はがきに書いてあるから本名。ノイシュバンシュタイン城。はい。だけど皆さんぜひ来てみてください。やっぱ圧巻ですね。帰りはね、こう歩いてちょっとふもとまで降りると。はい、でまあ帰ってきまして、まあ、ミュンヘンでこの有名なこの広場ですね、はい、圧巻ですよねこれね。でこの日はですね、ちょっとドイツならではのお店に行って、これねちょっとね、もう途中でスマホ止めたんですけども、死ぬほど席確保大変だったんですよ。もうみんなね全然席が空いてなくて、店員に聞いてもね知らねえよみたいな。やっと座れてここですね。はい、ということで、2日目の夜はですね、ホフブロイっていうお店に来ました。ホフブロイっていう店かな。注文を取るのがめちゃくちゃ広いし、接客がめちゃくちゃ悪かったんで、なんとか無理やり座って無理やり話したいので、やっぱグイグイ行かないとダメですね。さすがドイツ。はい、これねもうこの席もね、座っていいのかって言っても知らねえよってシカトされたりとかね、もうルールが分かんないから、とりあえずもう強引に座りましたね。この辺はですね、ちょっとこうヨーロッパの洗礼というかね、はい、もう遠慮がちに言ってると、やっぱアジア人だからか分かんないですけど、まあちょっとこう邪険に扱われる感じするんで、あここ開けさせろやつってオラオラ言った方が逆にね、なんかいい感じでコミュニケーションが取れると。まあもちろん優しい人もいるんですけどね、はい、グイグイ行った方がいいと、もうこの日に確信しましたね。もう遠慮しちゃダメだなと、この辺が、はい、ドイツ料理で有名らしいですね。
まあ、結局こういう肉の塊とソーセージですね。あとなんかこう芋、結論美味しいんですけど、まあ日本だったらリピなしですかね。肉の塊ですから味付けはまあ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 って感じですね。まあ疲れてますからね、この日はね、染み渡りましたね、肉とビールが最高だったな。まあもちろん和食の方がうまいんですけどね、でもやっぱりこの肉の塊ガツンと食えるのはまあなかなかない料理ですよね、日本だと。はい、3日目に入りましたね。この日は何をするかというとですね、まずは家の近くのカフェですね、まあ、ちょっと現地のこうローカルなカフェで朝食を食べまして、まあ、こんな感じでね、まあ、ただ食パンと食パンの間にハムとチーズと、はい、こんな感じでちょっとおしゃれな感じのカフェで朝食を食べてですね、こっからホテルから歩いて15分ぐらいかなのところでとあるイベントをやってますので、そこに向かおうと思います。もうこのイベントにですね、人がすごい、もうドイツ中から押し寄せるわけですよ。すごい人なんですよこれ。隅田川の花火大会を超えてるんじゃないですかね。もうドイツ一のイベントらしいですから。もう道もこんな感じで歩行者天国ですよね。回してるよ、見てください。なんかベルセルクとかに出てきそうなマニアックな例えですが、近寄ったら踏み殺されそうです。はい、オクトーバーフェスタです。オクトーバーフェストに行ってきました。ドイツのね、このやってきました、オクトーバーフェスト楽しみます。今日も一日、この 1,2 週間しかやってないんですけども、このこれに行きたくてですね、ドイツに来たんですよ。ドイツのオクトーバーフェスト本場ですね。日本でもやってますけども、本場ドイツが本場ですから。でまあこんな感じでね、こういう建物がたくさんあるわけですよ。でまあビール会社がね、それぞれこうやって建物を建ててるんですけども、こう中に入るとですね、もうすごいんですよ。見てください、この人の熱狂的な、すごい人じゃないですか。これね、真ん中で演奏してるんですけども、これさっきとまた違う建物なんですけども、今のはね多分入っただけだったと思うんですけども、なるほどなと、ここはどんな感じなのかなと。まあ基本構造は一緒なんですけど、やっぱビール会社が違うんで、まあ日本だとアサヒとかキリンとか分かれてる感じですかね。やっぱね、店舗によってね、まあクラブでなんかこう箱によってノリが違うみたいな感じですかね。箱によって人気不人気あるんですよこれ。すごいでしょこれね、人の数がね。でね、これもまたね、勝手に自由に座れっていう感じなんですよ。だからね、どこ座れいいんだよとか、全部満席じゃないかと、この中で隣いいかっつって開けてもらうみたいな、はい。まだねこれね、昼ぐらいに行ってるんで、まあ、これでもね結構席に余裕がある方なんですよ。はい、これビールでかいですね、はい、とんでもないでかさ。多すぎる量が。いや、今日は楽しんでいきます。はい、今これパンのね通りましたけども、はい、このパンをつまみながら、ビールのつまみがパンですからね、さっきのプレッツェルですね。はい、もう浮かれてますね、まあ、とにかく僕は酒が弱いですから、もうこんなのね一本飲んだ日にはとんでもないことになりますけど、この人数、これ多分ね3軒目に行ったのかな、3軒目に行ってまた頼んだんだよね。乾杯がボスっていうのかな、ちょっと分かんない、今はボスって言ってますけど、多分ボスは乾杯ですね、はい。もう飲めない、結構さっきもね一杯飲んで、これも2杯目入ってるんで、まあまあ酔っ払ってきてますよ。もう一回乾杯。
はい、もう酔っ払ってるんで無理に許してくださいね、はい、これが塩パンですね、プレッツェル。これがね、もうね、だんだんね、これ最初まずいって言ってたんですけど、何がうまいのか分かんないんですけど、これだんだん癖になってきちゃって、このプレッツェルが。もうでもあんなビールの、ね、昼から飲んだらもうちょっと眠くなっちゃいましたね。僕は酔っ払うと眠くなるタイプなんで、声がでかくなるのと眠くなるっていうのが僕の酔っ払い方ですかね。オクトーバーフェストはですね、観覧車速度が速すぎます。はい、こんな感じで遊園地です。観覧車ありなのでしょうか。それでは観覧車に行ってきます。レッツ終わり。はい、これね、全部ね臨時で作ってるんですよね。だから遊園地なんですよね、本当に普通に遊園地なんですよ。すごくないですか、これいうの。オクトーバーフェストのイメージってなんか酒飲むだけと思いきやですね、もう遊園地なんですよね。いろんなワイルドなアトラクションとかアクティビティめっちゃあるんですよ。まあ、一旦まずね、ちょっと酔い覚ましも兼ねて休憩で、観覧車に乗ってみると。日本の観覧車と違ってね、止まった状態で乗って高速で動くんですけど、早いでしょう。はい、すごくないですか、この人の数。ほらこれやばいよね、これすごくない。ああいう乗り物あるんですね、ちゃんと。富士急ハイランドみたいですよね。下手したら富士急よりすごいんじゃないかって思いますけどね。はい、これ出た。これあのね、乗ったらみんな転ぶっていう、あの歩く方、歩くなんかエスカレーターというか歩道ですね。歩く歩道って空港とかにもあるやつなんですけど、いかに転ばないで乗れるかっていうゲームだと僕は勝手に思ってるんですけど、みんなあえて転ぶからスタッフの人に支えられながら乗るんですけど、これね TikTok で見たことあるんですけど、こんな感じなんですよ。でこれ TikTok で見たことあると思って、ちょっとこれあのバカバカしいけど、多分 5ユーロだっけな、10ユーロかなんか払って乗ってみようって言って、いや次僕の番ですね。転びたくないよと、みんな見てるから怖いよって言って、おーおーおーって感じで転ばずに済みましたと。はい、めっちゃTikTok でみんな転んでるの見せたんで嬉しかったな、はい、これすごくない、これ結構激しくない、うん、これはもう確か乗ったんですけど、うん、普通にちゃんと激しいんだよね。で富士急って絶叫好きには結構たまらないんじゃないかな、はい、僕絶叫好きなんでね、ちゃんとこうジェットコースターとかも、うん、派手なんですよ。絶叫好きはちゃんと楽しめるこの遊園地ですね。はい、今からジェットコースターに乗ります。僕はジェットコースター大好き人間なので、もうこれを乗りに来たと言っても過言ではありません。いざ参る。許してくださいね。お化け屋敷に行きます。はい、お化け屋敷行ってきます。この辺りね、ちょっと休憩ですね、はい、あのディズニーでいう It's a small world みたいな感じでね、はい、で終わりまして夕飯ですね、はい、やっぱドイツは肉とパンしかないように感じます。夕飯はハンバーガーです。いただきます。美味しくなかった。はい、で次の日4日目の朝ですね。4日目の朝、これはねホテルのバイキングで食べましたね。これ美味しかったんだよな、結構ドイツの朝食っていう感じですね。ハム、チーズ、パン、卵。そして、この日もですね、ちょっと、まあ、せっかくなんでということで2回目のオクトーバーフェストに来ました。じゃあ今日も元気にレッツオクトーバーフェスト、はい、ちょっとあいにくの雨だったんですけども、でこの日もですね、まずはまだまだなんかビール会社いっぱいあるんで、ここにも行ってみようということで、このペントハウスみたいな、このクラブハウスか、うん、まあちょっとこういう建物の中に入ってですね、
はい、昨日よりも熱狂的というか昨日よりも盛り上がってる感じがしますね。ここはねマジで座れなくて、まあ、この手前のところはちょっと VIP 席みたいな感じで予約席でこれなんとか入れてくれました。これも本当にね30分ぐらい入れなかったんですよね。でこのねこの人たちになんとか入れてくれて頼んだら、はい、このね I'm プロージンっていう歌がね乾杯の歌らしいですね。はい、これがかかるたびに、まあ、乾杯しなきゃいけないみたいななんか暗黙の了解というかルールでね、こうやって飲むと、まあ、そうやって楽しむと。ちなみにこの人たちはイタリア人でしたね。はい、僕たちがこう座れなくて困ってたらアイコンタクトで座っていいよみたいな感じでめちゃくちゃこの人たちのおかげで座れたと。まあ、陽気な人たちでしたね。はい、話すことなかったんで令和の虎見せましたね。はい、普段はね日本ではあんまやんないんですけどチャンネル登録数見せるとすげえって言ってくれるかなと思って令和の虎のアカウントを見せちゃいましたね。はい、まあ海外なんで許してください。でまあ昼ぐらいに終わって、一旦ホテルに戻ってきてですね、この部屋はミュンヘン、ミュンヘンのホテルなんですけども一旦ミュンヘンはこれでおしまいと。はい、ミュンヘンはもうオクトバフェストのために来てるんでね、一旦これで終わりでミュンヘンのこの駅に来てますね。ここからフランクフルトに移動です。はい、ミュンヘンからフランクフルトに移動します。一応ねなんかいい感じの席は取ったんでちゃんといい椅子でねこうやって向かいました。フランクフルトに着きました。今からホテルに向かいたいと思います。3時間半の長旅お疲れ様でした。しかしですね1回もチケットのチェックに来なかったので結局最後までよくシステムが分かりませんでした。まあ一番いいチケット買ってるんで特に問題ないと思うんですけど、はい、じゃあホテル行きます。ネットでね調べてもみんなよくわかんないって書いてるんで多分みんなわかんないと思います。反対側に当たりたいんですけどとにかくね歩行者にね厳しいんですよね。はい、で、フランクはね、ヒルトンホテル泊まって、はい、ということでヒルトンホテルチェックインしました。非常にお腹が空いているのでこれから夕飯の時間なんですけども今日の夕飯ですね自分の妻がですね、行ったことあるらしいと、まあ、結構美味しいお店だったとのことで、まあ、せっかくなんでじゃあそこに行こうということでイタリアンのお店になります。もうめちゃくちゃ楽しみです。正直ねミュンヘンだとちょっと肉とパンと、チーズと肉とパンとチーズしかないんかっていうぐらいずっとそれ食べてたのでちょっとパスタとかもね、食べたくなってきてるので行ってきます。行ってらっしゃい。どっちだよっていうね、はい、自分で自分に突っ込むの寂しいですね。はい、でこちらのお店に到着とこういう感じなんです。はい、もうねマジで分かんないな。これパスタだけは分かる、でもその下がマジで分からん。何が乗ってるんって感じだねこれね。でもここね、美味しいと、はい、うん、うまめちゃくちゃうまいこれ。うまっ、えぐっ、やばっ、きちい、うますぎてきちい。ドイツ最高。はい、今日はですね、ちょっと遅めの出発となってます。はい、フランクフルトね、ホテルでいろいろちょっと久々に一休みしたりとかして、仕事だったりとかまあ洗濯とかもね、してもらったりとかしてて午前中はそんな感じで時間を潰して今日はフランクフルトでいい感じのランチのお店をちょっと何個か目星が立ってるのがあるのでそこに向かいたいと思います。ちなみに今ですね、日本だと、ちょうど土曜日の夜ぐらいで年収チャンネル撮影日ですね、
今日は僕が一チャンネル撮影いないんですけれども、どんな感じでみんな撮影やってるのかななんていうのはちょっと気になってたりはしてます。はい、ネジチャンネルね、今まで5年6年ぐらいやってて、僕が撮影休んだことは多分ね3、4回あるんですよね。でその時にまあ上本に、まあリーダーじゃないですけど頑張ってもらったりとか、まあ、そんな感じでやってるんですけれども、今日はどんな感じなのかななんて感じながら、はい、あの面白い動画が撮れてるといいなと思って、まあ、僕らはちょっとランチ食べに行ってきます。はい、ここです。リストランでサルディージャー、果たしてやっているのか。やってました。はい、ここね結構日本人で、あの来る人も多いらしいんで、今よく読むと、はい、ここも妻が来たことあるということで、カツかな、海鮮、これうまかったな、タコ。はい、ピザが来ました。ピザ、これうまかったな。こういう取り分けの仕方です。 Thank you very much。ウニのパスタですね。食レポさせていただきます、うん、これはカラスミは日本で食べると高いんですけど、ドイツだとそんなに高くないそうです。はい、豆知識。はい、失礼しました。ウニじゃなくてカラスミのパスタでしたね。はい、これね人気らしいんですよね、この店で。カラスミパスタ、これはね、ヨーロッパのレストランはですね、手を挙げて、あのすいませんとか言っちゃダメなんですよ。目が合った時に呼ぶと。なかなか目が合わない、なかなか目が合わなかったですけど、これ 目で呼ぶと。はい、でまあ、ここから街をね探索ですね、フランクフルトの。まあ祝日っていうのもあって、結構こんな感じでお店でなんかゆっくり過ごす人たちがいたりとか、まあ、こういう雑貨屋さんね行って、雑貨を買ったりとかですね、はい、綺麗なグラスがいっぱいありましたね。これねハッピーバースデー、これね妻がねまだ結婚前にですね、ここでこのバルーンを買って、僕の誕生日これを部屋に貼っつけてくれたりとかいう思い出があったりするね、そんなお店でした。この通りはルイ・ヴィトンとかグッチとかフェラガモとかすごい通りになってきました。今回の目当てはやはりドイツといったらリモアでしょう。はい、リモアですね。ドイツのメーカーですから、リモアはドイツはリモアのメーカーで安く買えるということなので、リモアでも買おうかなと思って、はい、行ったんですけれども、ちょっと高くてねどうしようかなと、一旦買うのを諦めてまた街に戻ったという形ですね。はい、今度市場に来ましたね。ドイツの市場ってどんな感じなんだろう、ちょっと気になりまして。まあ普通の市場ですね。でも結構おいしいものが売ってたりするんで、はい、あの売り方とかもちょっとこう日本と違ってワイルドなんですよね、全体的に。ワイルドっていう表現が正しいか分かんないですけど、まあ、なんかこうドイツ人ってこんな感じで土日過ごしてんだなーっていうのをなんとなく味わいたくてですね。はい、ということで、市場でですね、みんななんか結構これ飲んでるんですけど、ハッピーロールスピリッツっていう、はい、リンゴのお酒ですね。なんかカクテルらしいです、炭酸のカクテル。あのいっぱいどこのテントもこれ売ってるんで、試しに1個頼んでみました。飲みます。本当ね毎日飲みましたね、僕ね。普段飲まないんですけど、あんま炭酸で美味しいです、これジュースみたい。本当はねアップルランチャラっていうリンゴ酒のお酒が飲みたくて探してたんですけど、まあ、リンゴ酒のワインはこれであんま買えなそうなんで、みんなが飲んでるちょっと名前が似てるけど全然違うお酒買っちゃいました。結局いってらっしゃい、はい、ホリエモン面白いですね。ホリエモンが好きなんでしょうね、多分彼は。はい、こういうまあ化粧品とかこういうなんかこうテラス席のカフェ行ったりとかで、はい、結局ねリモア買っちゃいました。ちょっと変わった色のを買ってみようということで、緑色のリモアを買っちゃいましたね。で DM っていうね、あのこのスーパーが自分の妻がねなんかすごい好きらしくて、もうこの DM 何回も行きましたね。ドイツはこう犬がね平気でいるんですよね。ここねすごいっすね、ちゃんと座って待ってて、
今日もですね、夕飯ですね。お疲れ様でした。いろんな買い物しました。ということで、また今日も。また飲むんですね。もうずっと飲んでます。こっち来てから。まあ本当に僕ね、普段あんまお酒ね、1週間で2回ぐらいしか、2日ぐらいしか飲まないんですけど、もう2週間毎日飲みましたね。なんかドイツに言うと小麦とビールしか口にしてない気がします。それでも美味しいです。はい、これはトリュフリゾットかなんかですね。パスタかな、もう忘れちゃった。はい、この肉も美味しかったな。いただきます。はい、本当この食レポをひたすら見せ続けるのが本当に申し訳ないんですけども、まあ基本食うことがね、旅行の醍醐味なんで、はい、申し訳ないですけども、もうしばらくお付き合いください。はい、次の日ですね、ついにフランクフルトからですね、次の目的地に向かおうと思います。まずは駅でこのアジアなんちゃらゴーメントっていう、なんかこうちょっとね、ドイツ食に飽きたというか、パスタ、まあパスタイタリアなんですけども、ちょっと飽きて、まあ、これちょっとファストフードみたいなところに行ったんですけども、まあ、結論全然うまくなかったですねこれね。はい、でちょっと残しちゃって、こっから移動ですね。さあついに電車に乗ってどこに向かうのか。これはですね、なかなか面白いところに向かうんですよ。この後はフランクフルト駅に着きました。はい、これ駅に着きまして、またこれゾロゾロと大勢で移動しています。果たしてどこに向かうんでしょうか。はい、ついに来ました、スタジアムです。今日はですね、フランクフルトの、ホームのスタジアムでですね、フランクフルト対バイエルンミュンヘンというなかなかいいカードのチケットを手に入れることができたので、その試合を見に行きたいと思います。行きの道中はですね、黒と白のマフラーをつけてフランクフルト勢がたくさんいて、僕らですね、うっかり赤い服とかでも着てたらぶっ飛ばされそうなんで、まあ、今日おとなしくフランクフルトの応援をしたいと思います。たまたまね、好カード、相手がバイエルンミュンヘンで一番強豪で、しかも今ブンデスリーガーで1位と2位を取ってるのはこのフランクとバイエルンなので、まあ、結構いいタイミング奇跡的に取れたんじゃないかなと思います。では行きます。はい、説明にあった通り、フランクフルトでホームでですね、対バイエルンミュンヘンの試合をフランクフルト側で見ようというこのね、ブンデスリーガー、もう世界一動員数が多いと言われるこのサッカー、すごいですよこれ。結構高い席買いましたから、多分20万ぐらいしたんじゃないかな。はい、これです。はい、それでは、スタジアム到着しました。フランクフルト応援してきます。打倒バイエルンミュンヘン。はい、ちゃんとフランクフルト仕様のマフラーも買いました。これはすごいですよこれね。知ってる人もいるかもしれないですけど、マジで神試合だったんですよ。右のあの旗がバイエルンミュンヘン勢です、もうこれね、画面だと伝わりづらいんですけども、地響きがすごいんですよ。合唱ですからねこれね。さあキックオフです。これね、ちょっとね、ずっとカメラ回してられなかったんであれなんですけど、もうあんな感じでバイエルンの席、まあバイエルンはね、アウェーなんでね、席は少ないんですけど、もうみんな飛び跳ねて揺れてますし、これ神試合だったんですよ本当に。こっちもすごかったですよ。まあ、あっちの席もね、取ろうか迷ったんですけど、僕もサッカー何回か見たことあるんですけど、あっちの席だとね、座れなかったり、あの旗が邪魔で試合が見えなかったりするんで、まあ、横からの席にしましたね。はい、でこれね、最初に失点しちゃったんですよ。これ失点直後です。これもうこっち静まり返ってるんですけど、はい、真ん中0対1ってなってるじゃないですか。はい、1点先決められちゃいました。バイエルン勢はもうめっちゃ盛り上がってるんですけど、こっちはシーンっていう感じですね。まあやっぱさすがに勝てねえかと、バイエルンには。バイエルンのキーパーはね、有名なノイアーですから。はい、でここでね、1点決まったんですよ。はい、ちょっと1点決まって、ちょっとね、やっぱりさすがに点数取る瞬間はこれ見えなかったんですけど、まあ
てかもう普通に喜んでて、やべえカメラ回すの忘れてたって言って後からカメラ回してるんですけど、すごかったですね、1点目の盛り上がりは。で一応リプレイだけね、こうやって映して、あの白がフランクフルトですから、フランクフルトがあのスルーパスから、クロスでこれ決めると、はい、で1対1になったわけですね。で今度ねこれ2点目決めたんですよ、はい、2対1になりました。もうこの時はめちゃくちゃ興奮しましたね、はい、あのたまたまねあの 0.5 秒前とか0.3秒前ぐらいからスマホ回して撮ったんで、なんかちょっと動画のキレ悪くてすいませんから、もう素人撮影なのと、あのスマホを見てる日もあったら試合見たかったんで、はい、でこれで2対1に なったと。もうホームでワイルドミュンヘン2対1になってると、もうこの時点でもう結構な神試合なんですけど、はい、この決めた選手をみんなでね叫ぶという。でだんだんみんなが立ち始めてね、こうちょっと順を立たないと見えなくなります。はい、でここでですね、またこう失点するんですよ。これ2対2、うん、2対2ですよ。もうこれね、さっきもね説明しましたけども、このブンデスリーガで今あの1位と2位の試合で、でこれ2対2になってここ外すと。これね、ちょっとこの切り抜きだけ見ても何のこっちゃ分かんないかもしれないですけど、もう結構熱い試合で、でこれ2対3になったのかな、失点しちゃったんですね。これ失点した時にまたカメラ回してるんですね。でバイエルン側はもう超大盛り上がりと。でもここで最後ですね、この後半のロスタイム近かったのかな、最終3点目入れて3対3と、はい、もう画面だともうちょっとこう揺れてて分かんないんですけど、もう死ぬほど盛り上がる試合になったと、はい、これも見てよかったですね。なかなかない試合ですか。ああもうちょっと興奮してますね。別ににわかもいいところなんですけど、まあでもなんか結構高いチケット買ったんで、こう寒い試合じゃなくてよかったなと思いましたね、はい、僕も実家が調布の方なんで味の素スタジアム超近いんで、昔はね FC 東京の試合とかちょくちょく見てたんですけど、やっぱちょっと盛り上がり方がやっぱ全然3倍ぐらい違いますね。でドイツ人声ものぶたいので、なんかこう応援がこう心臓にズンズンくるような感じでおもろかったですね。これは相当いい試合でしたね。なんかフランクフルトなんて別に今まで応援したことないのに、ちょっと好きになっちゃいましたね。はい、で試合が終わり、これね、マグカップを戻すと、ビールとか、ね、飲み物のカップを戻すと返金されるっていう、そういうシステムなんで、最後にこうやって、返金してもらって、これ700円ぐらい返ってくるんですけど、で帰りはこう電車で帰ると。興奮止まないまま、まあ、ここら辺ちょっと怖いですけどね。で夜はですね、ヒルトンの中に入ってるレストランで、夕飯を食べようと、はい、結論あんま美味しくなかったですね、残念ながら、はい、なんかこれでかいだろこれ、シーフードサラダ、はい、まあまあがっつりでかいツナが乗ってますよ。マグロの照り焼きみたいな、はい、ちょっと輪ゴムついてるのキモいですけど、久々に米食べるな。まあ今日はね、もうあの試合が見えただけでもうなんか大満足の一日でしたね。まあでもホテルの中にこうレストランがあるおかげで、フランクフルトって意外と治安があんま良くなくて、駅前とか結構怖い感じの空気感でちょっとたむろってる人とかいっぱいいるんで、まあ、なんかお店入るよりもこうホテルの中でこう飯食えるっていうのが結構良かったですね。はい、微妙ですと言ってますね。だんだん分かってきた通り、まあ、うまいものはうまいんですけど、うまいのって基本イタリアンなんですよね。はい、では次の日になりました、今日はどこに行くんでしょうか。ここからですね、今日の予定はというとですね、このままとある場所に向かおうと思います、ちゃんと列車は遅れます。列車が到着して30分ぐらい遅れることが直前に決まったので、まあいろんな店どこ入ろうかなと。まあでもね、こうやって映るところ映るところパンしかないんですよね。ご飯がないのね、まあ、当たり前なんですけど、もうパンなんですよね全部。ハンバーガーとかパン屋ばっかりですね。で結局マックに行くと、マックが安心
自転車で入る場所なのか。はい、間違ってハンバーガー3つとナゲット1個にしちゃいました。なんかおかしいと思ったんで残念。色合いはそんなに美味しくなさそうです。はい、ハンバーガーも一緒ですね。で、まあ、ここあの列車がですね、こう向かい合いなんですよ。まあ、日本でもこういうとこありますけどね。はい、まあ、あんまり居心地は良くないですよね。これ誰がこのスタイル望むんだろうっていつも思うんですけど、向かい合って喜ぶ人いるのかな。まあ、こんな感じで列車で長く移動して、着きました。ここがですね、ベルギーです。フランクフルト、ドイツのフランクフルトからベルギーのブリュッセルに到着しました。ヒルトンホテルにですね、荷物も全部置いてきて、ヒルトンホテルはもうずっと取ったままブリュッセルに移動すると。でここでですね、結構時間かけてね、30分以上かけてこのチョコレート屋さんに来て、ここもね結構人気のところなんでね。こんな感じでチョコレートがブワーって並んでるんですね。これベルギーといえばチョコレートですから高って思いますけどね。はい、55ユーロ、8000円ぐらいですね。もっとか、9000円ぐらいか。はい、これをね大量に購入して、会社で、待っててくれてる、ちょっと負荷かかってるかもしれない後輩だったりとかにお土産で大量に買って帰りました。一粒一粒詰めてます。抹茶味もらいます。うん、おいしい。これ、ね、めちゃくちゃおいしいんですよ。めちゃくちゃおいしいです。これは日本でなかなかない味なんじゃないですかね。これめちゃくちゃおいしいチョコレートです。今知る人ぞ知るチョコレート屋さんらしいです、ここが。はい、こんな感じで詰めてますね。はい、大量に買って帰っております。ベルギー来てチョコレートを買うという、なんとも平和な風景ですね。このベルギーの街並みもいいですよね。このなんか日本にはなかなかないこのなんかいい感じの街並みですね。長いこういう坂があったりとかね、先まで続いてます。すごい、これは大使館かなんかですね。なんと、大聖堂。はい、この大聖堂は、はい、あのベルギーの観光スポットですね。まあこれだけなんですけどね。はい、まあ、一応来たと。はい、でベルギーのですね、こういうちょっとこうショッピングモールなんですかね。ショッピングモールって言ったらちょっと違うのかもしれないけど、まあこういう結構有名なアーケードがっていうか、なんとかっていうと、ここに高級ブティックとか、まあ、ドンシャンだったりとか。はい、妻が詳しいので案内してくれてますね。ブリュッセルで買うと一番安いから。なんか、うん、なんかいい、いいでしょ、うん、かわいい街並みですよね。本当にベルギーはなんか本当にドイツよりもなんか人も穏やかで良かったですね。街も綺麗だし。はい、これあのションベン少女です。はい、だからなんだって感じですね。マジでだからなんだですね。はい、でここはなんか世界遺産かなんかになってるんですよ。このもう世界一綺麗ななんか景色なんだっけな、なんとかで、もうこのなんか今日卒業式やってたんでちょっとこんな感じでやってますけど、うん、すごい世界遺産かなんかなんですね。ちょっと違ったらごめんなさい。でこっからですね、ベルギーといえばっていうところなんですけど、これ妻がなぜかねカメラ回してるから、どうしたのと。何ですか、なんで回してんのと。
はい、通り過ぎた。え？はい、通り過ぎた。あれ？はい、ここがですね、あの有名なションベン構造ですね。はい。このションベンでなんか火事を消したっていうなんか逸話があるらしい。三大ヤキカリ観光名所ションベン小僧です。はい、ベルギーの観光名所ションベン小僧です。はい、あのみんな見過ごしちゃうらしいですね。観光スポットなんじゃないでしょうか。それではお返しします。これがね、ベルギーね、良かったというかね、まあとにかくスイーツがねすごいんですよ。もうどこを見てもスイーツ屋さんで全部がなんかカラフルですごいんですよ。チョコレートなんですよね。チョコレートもだし、なんかノイハウスですね、ここが。これワッフル、すごいですよね。こんなの日本ないじゃないですか。原宿、原宿ともちょっと違うですもんね。至る所にお菓子のスイーツ屋さんがいっぱいあるんですよ。でも一旦スターバックスに入ろうかなと。どんな感じなんだろうと。まあ普通でしたね、スターバックスは。はい、さっきもちょっとお伝えしましたが、この世界遺産のこの景色ですね、ベルギーの。もう圧巻ですよね、この建物。すごくないですか。この後夕飯を予約しているんですけれども、我慢できずにワッフルを頼んでしまいました。申し訳ございません。ではいただきます。はい、意味ない謝罪してましたが、ちょっとワッフルがどうしても食べたくてですね、夕飯予約してるんですけども、ちょっとワッフルを頼んでしまったと。やっぱりね、ベルギーのワッフルがマジでうまいんですよ。軽いんですよね。まあもちろんお店によると思うんですけど、めちゃくちゃうまかったですけど、もう一回食べたい。これはほぼ食べてないですね。これはこれはなんか思ってたよりも軽い、異常にめっちゃうまい、めっちゃうまいけど、これ食べてないですね。これは今食べたじゃないですか。で食べてないですけど、ほぼない。ありがとうございました。はい、でベルギーの夕飯ですね。はい、レオン、レオンみたいな名前の店に来ました。ここも結構ベルギー来たらおすすめのお店で、めっちゃうまかったです。これはこのお店はシャクランボビールと、また今日も飲むわけですね、こうやって。長旅だったんで、なかなか美味しいね。はい、これ、このコロッケ優勝ですね。事件です。このエビプリのコロッケがおそらくこの食べ史上一番美味しいです。エグい、エグいです。これうまっ。日本はカニクリームコロッケですね。エビクリームコロッケ、これやばいです。マジうまい、これ最高ですね、これ。なんか久々に海鮮の、美味しさというか、海鮮に久々に触れた気がします。はい、エビとかカニとかね、しばらく食べてなかったんで。最後、いってらっしゃい。はい、ここムール貝がね、美味しいお店なんですね。はい、もうこんなバケツみたいなのにムール貝が入ってて、ひたすらムール貝を食べるという。大変お待たせいたしました。そうですね、本店の名物のムール貝の、山盛りです。いやー、久々の海鮮嬉しいですね。おいしい。バケットみたいな、なんか、ないよ。
はい、タメ国がなんか港区女子になんか宅代払う払わないみたいな炎上をベルギーで知るというね、はい、まあ、ムール貝食べながら炎上してるのを知ったんで、まあまあ別にいいんですけどね、まあ、あれはなんで炎上したのか僕もまあそんな別にあれは気にしてないんですけど。はい、ロブスターですね。締めのロブスター。まあこれはまあ普通だよな。ドイツよりもね、海鮮がなんか海が近いのかな。だから海鮮がうまいのかな。周り見渡してこれ頼んでる人一人もいないんだよ。みんなやっぱムール貝頼んでるから。周り見て頼んでないものは普通だね。言ってます。はい、この夜の景色もすごいですね。さすが圧巻ですね。この広場は。今回の企業はスタートアップとかベンチャー系ですね。裁量権があるため嫌でも成長する環境だと思います。会社が大きくなった際は幹部の筆頭候補でしょう。昔から常々言ってますが、成長したいなら絶対に小さな会社に入るべきだと思います。電子エージェントにご登録いただければこちらの企業すぐに紹介します。まずはキャリア相談のみでも歓迎。はい、で、次の日ですね。ベルギー2日目。今日はこれ朝早朝なんで、朝食を食べに行きたいと思います。ワッフル屋さんですね、はい、どうですかこのワッフル。頼みすぎてしまいました。だけど昨日食べてこれはほぼ食べてないになるので、こっちはちょっと初めてなのでいただきたいと思います。ちなみに今、チャットでですね、サロンで配信している株元ラジオがアズマっていうディレクターに打ち切れてる最中です。いただきます。はい、後輩のアズマに説教しながらワッフル食べてました。アズマさんすいませんでした。ベルギーといえばワッフルですか。ちょっとこれはさすがの俺でも甘いんじゃないか。これはさすがに、はい、朝からワッフル2つも食べるというそれだけの動画なんですけれども、甘党の人はね、なかなか羨ましがってくれるんじゃないでしょうか。うん、甘っ。でもめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱあのワッフルがサクサクもちもちですよ。で結構あったかいんで、このバニラアイスとひんやりしたハーモニーが最高です。美味しい。もうあの見てて分かってきたと思うんですけど、本当食ってるだけなんですよね。もう食ってばっかなんで、もう体重計に乗るのがちょっと怖くなってきてます。この辺りからひたすら小麦食ってるんで。大根、もうこのホットコーヒーと合いますね。毎日これをね食べれるベルギー人は羨ましい。いってらっしゃい。はい、今日もションベン小僧を横目に。なんでこんな人が集まってるんですか。楽しんでる。今日お洋服違うよ、卒業式だから。本当だ。さあこっからですね、今度ベルギーからどこに行くんでしょうか。またこの列車でね、まあまあいい席を取ったんですけれども、こっから 2,3 時間ですかね、乗って次の目的地に向かっております。はい、電車に乗ってですね、これから4時間ぐらいアムステルダムに向かってます。移動ばっかりですが、アムステルダムで美味しいご飯を食べることを楽しみに頑張ります。行ってらっしゃい。さあ到着しました。アムステルダムです。オランダですね。はい、ベルギーから今度はオランダに移動してきました。
あ、ここオランダのこのね街並みもまた綺麗でしたね。着いたね。アムステルダムはやっぱねすごいですよね。まあ全部初だけどアムステルダムに到着しました。話はね聞いてたんですけど、やっぱ絶景ですよね。このねまずこの広々とした感じと、あとこのすごいですよね。オランダも楽しみやな。何食べようかな。ま、船とかもめっちゃあって。何食べるかめっちゃ楽しみです。もうドイツから始まり、小麦、チーズ、肉、食べるものが相当偏ってるんですけど、体が体質がだんだん変わってきて、はい、すいません、どうでもいい話ですね。オランダ人は世界で一番身長が高いらしいです。はい、で、高い人がいっぱいいるらしいですね。ということで、いってらっしゃい。とにかくね、でかいんですよね、みんな。平均身長180らしいですよ。あのこれね、アムステルダムの街並み、すごいっすよね。なんか、日本でいうとどこなんですかね、東京駅みたいな、なんかこう、空気感なんですけど、船とかバンバン走ってるみたいな。はい。で、まあ一旦このユンボっていうスーパーで、ちょっとまあ買い出しをしてですね。はい、まあオランダのスーパーはまあちょっとなんかドイツとまた空気感が違うというか。パンがある。パン、フルーツ。まあ、ちょっとお菓子屋さんですごいところがあったんでちょっと動画回しちゃいましたね。日本にもこういうとこあるけど、そのちょっとスケールが違いますよね。半端じゃなかったですね、これ。ではクルージングのチケットを僕らも買いましたので、早速デパーチャー出発って書いてありますね。はい、入っていきたいと思います。はい、まあ、駅前のねこのアムステルダム一周ツアーみたいな、まあまあ観光客多分いっぱい乗るんでしょうね。こういう船があのもうめっちゃあるんで、まあ、ちょっと時間もあったんで、じゃあ、まあ、乗ってみるかということでアムステルダム観光バスに乗っちゃいました。お仕事をしています。日本語が流れてきてます。動画を回した瞬間にお仕事辞めました。今オランダにいるから、いられませんよ。はい、嫌味言われてますね、これ。つまりね、まあ、あの旅行来てるんだけどもカメラを回すっていうタスクが発生してる部分を妻にちょっと許容してもらってるんで、まあ、この辺りはちょっとあの仕方ないかなとは思いますが、はい、結構妻にこれ負荷がかかってる撮影なので、写真で済むところ毎回動画回してるわけですからね。でこれね、怪しい通りです。まあ、オランダというとね結構こう怪しい店、まあ、要は大麻とかね、こういうちょっと危ないお店が多いんで、カットでいいや。はい、でこの日はですね、多分オランダで高級店をちょっと試しに予約してみようかなと。よく日本でグルメ会みたいなのやってるんですけど、はい、それを海外でやってみようと思って。これ牛肉のタルタル、生肉ですね。これね、今のねタルタル肉、あの生なんですけど普通に食ってめっちゃうまかったんですけど、オランダで生肉食うなってブログ見つけてね、食って結構当たっちゃった人のブログ見て怖くなっちゃったと。はい、まあそんなこんなですけど、まあ当然やっぱね全体的にクオリティ高くて美味しかったですね。まあちょっとなんかフレンチの感じですかね。はい、結局まあなんかヨーロッパってイタリアンかフレンチになんか寄ってる感じがしますけど、まあ、オランダ料理っていうのがあるのかちょっと分かんないんで詳しくないですけど、まあちゃんと美味しいご飯をいただけたので、はい、楽しみにしてた甲斐があったなという感じですかね。やっぱあの学生時代の海外旅行と違って、あのちゃんと名店に行けるっていうのが大人になってよかったことですね。
個一個が繊細でね、とにかく美味しかった。満足ですね。まあ、5万ぐらいしましたけどね。めちゃくちゃ美味しかったです。ということで、行ってらっしゃい。おはようございます。今日はですね、はい、アムステルダム2日目。オランダの朝です。やっぱね、今更ですけれども時差が15時間。なので今朝なんですけども、朝起きたら会社の日本時間ではですね、今16時とかそんぐらいなんで、ゴリゴリチャットが稼働しまくっているので、まあ、これはね、なんか朝起きてめちゃくちゃ仕事がバーってこう動いてて、で夕方ぐらいになるとみんな寝静まっていくみたいな不思議な感覚ですね。今まで19時になったらスマホ開いて YouTube 動画いろいろね更新されるんでチェックとかしたんですけど、それがねなんか昼過ぎぐらいに来る感覚ですね。面白いですね。はい、今日はですねアムステルダム国際美術館みたいなところに来ました。はい、この日はですねアムステルダムの国際美術館に来ました。ちょっとねこういうこともしてもいいんじゃないかということで、結構世界的に有名な美術館なんで、まあ、ちょっと行って楽しんでみようということで、美術館の中にある、まあ、食事ですね、食べてちょっとこうアートに触れて感性を磨いていこうじゃないかと、なんかサッカー見て酒飲んでるだけじゃちょっと恥ずかしいなと思ったので、アートの、まあ、貴重なね旅行の時間を美術館に使うっていう、なかなか自分的にはまあ、こんなこと言ってる時点でダメかもしれないですけど、まあでもやっぱね規模とスケールがやっぱでかいんですよね。さすがにやっぱこう圧倒されたというか、まあ、当然自分はアートのね世界とか分かんない口ではあるんですけども、はい、まあ、この絵とか有名ですよね。有名な絵画をたくさん見させてもらって感性が磨かれた気がします。気がするだけですけども、やっぱいいですよねこういうので。絵だけじゃなくてねこういう模型があったりとかね、はい、このめちゃくちゃでかい絵とかもやっぱすっげーってなりましたし、はい、こういうなんかドールハウスっていうねミニチュアの、まあ、やつとか、あとこれですね、もうそうですね、出島です。出島、日本といえばねオランダ、日本とオランダの出島の模型ですね。日本の出島にオランダ人住んでましたから、はい、これが一番でかい絵なんじゃないかな。で、まあ美術館が終わり、今度はまあオランダの街並みをアムステルダムの駅前じゃなくてもっと街の中に入ってたところをちょっとこういろいろ見て、オランダにはいっぱいあったのはこの目のアートですね。なんでこれ目なんですよ。目を元にしたなんかアートの、これね結構いろんなところにあって、オランダ人目が好きなんだなと思いましたね。あとこのフラワーマーケットって、まあ、これはね観光のガイドみたいなのになんかめっちゃ載ってるんで、まあ、一応言っとくかということで、観光スポットとして、まあ、要は花がいっぱいありますよっていうだけなんですけど、まあ、ただ花がいっぱいあっただけでした、結論。しかも持って帰れないですからね、花は。なんか植物はその日本にはなんでお土産で買うこともできないっていう、だから結論オランダに来てフラワーマーケットあんま行く必要ないかもしれないなと思いました。そんなになんかよっぽど花が好きじゃない限りは意味ないですね。我がユニクロ、はい、こういうユニクロとかねオランダに来てこういうなんか日本語の看板とか見るとちょっと安心する感じですね。アムステルダム最終、アムステルダムこれ見て終了です。はい、まあ結論飯食っただけなんですけど、飯食って船乗っただけなんですけど、でもオランダなんかもう初だったんで、はい、非常に良かったですね。もうなんか次来るのは何年後なんだろうと思いながらちょっと寂しい気持ちにもなりましたが、買ったばっかのリモアで帰りたいと思います。これ時間を潰します。あれで焼いてます。では駅での食事です。アムステルダム最後の食事、ケバブ。もう食いすぎじゃん、もう過去最高配信じゃ。行きましょう。はい、でここでもちゃんとね列車は遅れてます。アムステルダムからフランクフルトに帰りたいと思います。
はい、あいにくの雨でございますが、フランクフルトについて夕飯なんですけれども、フランクフルトの夕飯ですね、これは最終日の1個前なので、ちょっとね和食食べてみようと思って、非常に愛想も悪くて、荒れてます、クップクップ鳴らしまくってます。はい、まあまあでもね、こんぐらいの人の方が僕はね、そっちがそのつもりならこっちも雑なコミュニケーションを取らせていただきますと安心するという、そんな感じでございます。おっちゃん愛想悪いね。はい、ミシュランのお店に来ました。フランクフルトでこううまかったな、このお酒も。あ、これお酒じゃねえか。はい、フランクフルトで和食のミシュランの店に来るというね。やっぱ和食はいいなと思いましたね、この時。日本酒もうまかったな、これ。トリュフの茶碗蒸しとか、この海鮮イクラとかね、この全部うまかったな、これ。今までねチーズとパンとばっかりあったんで、それはそれでうまいんですけど、やっぱこの和食の繊細な感じがね、しかもミシュランの店なんで、かなり一個一個こだわってますから、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、おまかせっていうかね、日本語でメニュー書いてあってね。ありがとうございます。メニューにないんですね。メニューにない料理も日本人だからなのかな、出してくれたりとか。はい、この刺身とかもね出てきました。ちょっと火通ってるのかな、これは火通ってないですね。これ生魚っていうのはね、食べらんないですから、ヨーロッパでなかなか食べらんないですからって、まあ知った口聞いてますけど、まあ、食べてこなかったね、この10日間ぐらいが。寿司ですよ。そうなんですよ、米がうまいです。みんなも米食べることに感謝してください。米です。この白米を食べたのが久々すぎて、めちゃくちゃうまかったな。いや皆さんね、当たり前のようにね白米食べてると思いますけど、これね、もう10日食わない人、もう白米がうまくてうまくて、これ食事の案内をね、ちょっとうっすら聞こえましたけども、店員さんが日本語で案内してくれるのが良かったですね。はい、なんか久々に日本人と話した気がします。大前シェフ、日本人の方でちょっと久々に日本語が喋れて非常に嬉しく思ってるんですけど、大前さんで働いてます。はい、いつからこう今3年半経ちます。3年半。はい、コロナ中オープンしてミシュランを取られてるんですね。ミシュランタイトルからキープするのが大変って言いますよね。キープ大変ですよね。はい、フランクフルトで、はい、一番人気なんじゃないですか。嬉しいのが、はい、僕のこと知ってくれてたっていうことなんです。名前で予約したので、ぜひいただいて。はい。それはですか、令和の虎の方です。令和の虎の方です。そうなんです。ありがとうございます。サービスの一時期が出てきて、ちょっと嬉しかったです。日本人サービスなので、お客さんもドイツ人だったんですよね。9割方ドイツ人ですね。そうですよね。日本で働くのと比べて、なんか何が違うんですか。ドイツ人のお客様に対しての料理合わせるのもちろん難しいんですけど、はい、こちらの地酒、はい、ワインとかに合わせた料理だったり、はい、作りをしてくださったり、味の濃さも、日本のクラシックのやつでもなかなかこう受け入れられなかったりするので、どうやって食べさせるのか。なるほど。やっぱり日本と比べると何が難しいなと思ったの。家賃が高いとか単価のところとか、なんか僕こうドイツ来て思ったのは、全然使ってた方が紹介
納得してもらうので、ね、なるほどね。あとやっぱどうしてもやっぱ日本人のサービスでもちゃんとソムリエがあって、はいはいはい、ドイツ語で説明できて表現できるのが重要だったので、その辺がやっぱり他のお店よりは上手してます。マサってお店なんで、はい、めちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひ皆さん来てください。なんか初めて日本語で喋れて嬉しいですね。あとドイツ人のマネジメントもちょっと聞いてみたいんですけど、性格がどう違うんですか？性格、日本人に似てるようで似てないところがやっぱりあって、はい、やっぱ頑固なのと、仕事に関して日本人ってどうしても臆病な部分があるので、前もってやっとくとか、その事前にやっとくっていうのがあるんですけど、彼長いんですよ。いきなりボタン場でこう、そういう彼らになんかこうミスが起こらないようにそのコントロールしながらと、8時間労働とかそういうのがやっぱちゃんとしてるので、そこに対して不満が出ないので、春休み夏休み冬休みきちんと取ったりとか、週休2日制だったりとか確定にしたんですけど、若いドイツ人とかが働きやすい環境にしようとします。なるほど。ちょっといい日本人スタッフを見つけても大変なので、はいはいはい、スタッフも引き入れてこう働きを回せるのは環境づくり。やっぱなんかドイツの人ってみんな楽しそうに生きてるように見えたんですよ、はい、それやっぱ週2とか週3当たり前に休みっていう文化があるからね。やっぱホリデーはホリデーを知ってるようになるんです。あ、なるほどね。だからうちのお店も2週間、2週間、2週間、1年、6週間単位のお店を閉めて、はいはいはい、休んでるようにしてます。なるほど。だからドイツ人の人は働こうとしたいよね。そうなんですね。お給料的な方で言うと、はい、日本よりそれが高くなるんですよね。日数は減ってるけど金額は高いから、時給にしたら結構かなり高くない。そこまで高くない。そうなんです。なるほど。人種的なところで言うと、はい、ドイツ人からすると日本人ってどう見えるんですか、実際のところが。どう見えるか。礼儀正しいというのが一番の問題。そうなんだ。なんかちょっとこう差別的なことをされることもあるのかなと思うんですけど。僕はないんですけど、されたっていうのは聞いたことあるんです。そんなにないと思う。あと、まあ、地域にもよるんじゃないですか。ベルリンだったりとか、ミュンヘンだったりとか、もうちょっとあるんじゃないですか。あ、そうなんですね。ブラックだとそんな、ブラックだとその、もともとマッチテックインターナショナルが、はいはいはい、他のいろんな外国人から見る。ありがとうございます。はい、帰りはね、ちょっとローカルに電車乗ってみようと思ってね、電車乗ったんですけど、ちょっと怖かったんで、動画撮るのはちょっと控えました。ちょっとなんか空気悪かったんですよね、やっぱり。はい、でこれがね、最終日かな。はい、もう本当長旅でしたが最終日です。モッツァレラ、ビテロトマト、スカンビ、ベビカラマリ、カルパッチョ、タルタセルモネ、アンパーマ。Thank you. はい、これね、最終日に一番うまいお店積もりました。はい、最後もね、このお買い物ロード行きましたね。では、はい、行ってきます。ドイツの最終日なんで、お土産をたくさん買うということで、いろんなところに行ってお土産を買うためにショッピングですね、最終日は。今までほぼチョコしかお土産買ってなかったですから。雨が降ってきたので休憩です。はい、このお店は日本人人気で、なぜか、はい、日本人いっぱいいましたね。そしてこのお気に入りのヨーグルトを大量に購入して、日本に持って帰りましたからね、このヨーグルト。この最終日はですね、昨日のミシュランのスタッフの人たちに、ドイツで一番うまいこの辺のドイツ料理屋を紹介してくれと、ミシュランのねお店の人たちが言うなら間違いないだろうということで、その人たちが紹介してくれたドイツ料理行ったんですよ。もう
車で30分ぐらいかな、タクシーで飛ばして、まあまあ遠かったんですけど、まあ、ドイツの締めはね、やっぱドイツ料理がいいなと思いまして、ドイツ料理で一番うまいと言われたお店に向かってます。これはまあいろいろ長い旅でしたけど、やっぱり最後はということで着きました。このね、綺麗な可愛い店構えでですね、中に入ってドイツ料理を食べたいと思います。ちなみに店の周りはこんな感じですね。はい、これまた可愛らしい街並みですね。こんな感じの料理が出てきて、ドイツ最終日はですね、ビールではなくてアップルワインという、なんかドイツのなんか地元のお酒らしいですので、これは一回もこの10日間飲まなかったので、飲みたいと思います。乾杯。あ、なるほど。そういう感じね。まあ、美味しくはないっすね。一等賞。はい、こういう感じの料理が出てきて、チーズ。チーズの上に。ナスとか、あとこれですね、シュニッツェル。シュニッツェルです。これカツですね、はい、ドイツのカツ。せっかくの最終ディナーだったんですけども、これ多分ドイツの方にとっては非常に美味しいと思うんですけど、ちょっといかんせんね、あのドイツ初心者の私にはなかなかちょっと難しくてですね、せっかく30分のタクシー乗ってここまで来たんですけど、ちょっとギブアップということになって、はい、事件ですね、はい、まさかの最終日。結論、ドイツに来たらイタリアンを食え。ご飯が口に合わなくて大量に残すという悲惨な最終日の食事でした。探してください。行ってみましょう。めちゃくちゃ怖いです。タクシーが飛ばしすぎて怖かったっていうワンシーンですね。確かに急いでいいかって言われて入ってて、どういう質問とは思ったんですけど、こういうことだったんですね。あの若者の人も、でも急いでいいかって言われて、いやダメっていうやついないじゃないですか。まさかのとんでもないスピードで、ね、怖いんですけど、どうすればいいんですかね。これ安全運転で頼むでって言えばいいですかね。現場からは以上です。最後までです。ではホテル出ます。はい、最終日ですね、空港、フランクフルトの空港でまさかのハプニング、なんか荷物が預けられないというね事態で、列が大量になって、どうなんのこれっつって、はい、ちょっと急いで、なんかいろいろ待たされた結果ですね、間に合わなくなりそうで、まあ、これもまあ一つのハプニングですね。ね、急いでるところ、ちょっと走ってみたりしたら、はい、これがやらせというものです。はい、では保安検査場みたいな、そんな感じでしたっけね、これはちょっとなんだか忘れちゃいました。でこの免税のなんかやつで、お金が返ってくるやつやったりとかして、で最終日はしっかりねこのプレッツェルを買いましたよ。もう癖になっちゃってますから、はい、帰りの飛行機ですね。帰りの飛行機も、まあ、同じシートでしたね。そばを食べます。機内でそばですから、はい、あとこういう感じの、まあ、すき焼きですかね。僕あんま機内食やっぱねうまいと思わないですね。毎回こう楽しみにするんですけど、なんか毎回うーんって感じになっちゃいますね、まあ、しょうがないですけどね。本当に皆さん長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。最後までね大きなオチがあるわけでもなく、まったりと楽しんでいただけたら嬉しく思います。ということで河本約2週間密着旅でした。ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中。ビジネスマンは年収エージェントで転職。ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中。概要欄をご覧ください。年収エージェント。